シームリア、または、セイムリアは、古生代ペルム期前期の約2億8200万、約2億6000万年、前に、現在の北、アメリカ及びヨーロッパに生息していた、両生図ナベイバーコウマイナス単流木に属する、全滅種である。学名は、発見地のテキサス州、シーモア町にちなむ、全長50センチメートル程度。オスと思われる個体の頭骨には、飛行が見られ、 繁殖期に儀礼的闘争を行ったのではないかとする説もある。この頭骨は側頭部に深く切れ込んだ耳切れ根を持つ。顎の歯はメーハーズナ特有の形態を示し、また鋼外部にも歯が生えているなど、両小類的な形態を示す。しかし、椎骨はがわしい心を主体として形成されており、神経弓が発達している。また肩体はマサ骨に、 両生類には内茎上部が形成され、腰帯では潜水が2個に増加していた。四肢は長く筋肉の付着部が発達し、指式は爬虫類系となるなど、初期爬虫類と共通する特徴を示す。両生類と爬虫類の中間系の生物であり、かつては両者をつなぐミッシングリンクと言われていたが、最初期の爬虫類はすでに石炭機に出現しており、 直接の先祖というわけではない。皮膚に鱗があったかあるいは粘膜に覆われていたのか、また有用膜卵を産んでいたのか水性の養成器を送っていたのかは直接的な記録が発見されていないため定かではない。しかし、生息地はかつて半乾層の地域であったと推定され、また、死種の比率などからもスミリウメ中最も陸生傾向が強かったと見られている。 またシームリアのオシーには、チミチトゲの生え方に、性的不りが現れており、メスと思われる個体は、大きな有用枕を生むことも可能であったと、指摘されている。ただし、シームリアではまだ妖精の化石は確認されていないが、禁煙とされるディスコサウリスクスは、妖精の時にはエラを持っていたことが確認されている。おそらく生態は、水際から離れた場所で活動し小型両生類や、 昆虫などを捕食していたと推定される。しかし妖精は水中で過ごし、無脊椎動物などを食べていたであろう。ありがとうございます。